ストーリー。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任に就いた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。とある土地に高村里という舞姫がいた。明るく綺麗な彼女の舞に心動かされぬ者はおらず、怯える者は勇気を、辛い者は強さを、悲しむ者は希望を受け取った。そして彼女には舞姫とは異なる裏の顔があった。悪行を働く貴族の罪を暴き、悪を打つ、それが彼女の真の仕事である。高村里は人々の幸福を願い、こたびもまた新たな任務へと赴く。グリーンヘル。高村里 VS タムタム、いざ尋常に一本目勝負。危なっ、危なっ。美の仕事はここまでですね。それではさようなら。あなたの動きも舞といえば舞なのでしょうか。ガレオン戦場。正義が俺を呼んでいる。さあ行くぜパピー。高村里 VS ガルフォード、いざ尋常に一本目勝負。踊りましょう。ここよ、逃がしません。
ここよ、こっちです。勝者ガルフォード。ははー、2本目勝負。さあ踊りましょう。ロスマブレイド。さあ踊りましょう。さあ踊りましょう。気に入っていただけましたか。さあすぐこっちです。ではこちらですよ。ヒンフン。勝者コーソンリ。敗者には最終戦勝負。どうかしら。ふっ、やあ、ヒン、ロスマブレイ、ヒン、ふっ、ふっ、ふっ、ロスマブレイ、ふっ、ヒン、ロスマブレイ、ヒン、踊りましょう。ヒン、ふっ、ヒン、ヒン、踊りましょう。ここよ、どうかしら。ふっ、ヒン、ふっ、ヒン、踊りましょう。ふん、ここよ。は、危ない。あ、もう、ロスマブレイ。勝負あり。勝者コーソンリ。今日の舞はここまで。続きはまた今度。リモン、みんなの幸福のために戦っています。今度は敵じゃなくて味方として会いたいですね。外流島牛の国。飛んで火にいる間抜け野郎、この世のお宝は俺様のもんだ。コーソンリ VS アースクエイク。いざ尋常に一本目勝負。ヒン、フン、ヒン、踊りましょう。ヒン、ヒン、フン、ヒン、踊りましょう。ここよ、どうかしら。ここよ、どうかしら。さあ、ヒン、ヒン、ここよ、ヒン、フン、リン、リン、踊りましょう。フン、フン、リン、やあ、さあ、リン、さあ、勝者コーソンリ。これ以上は怪我じゃ済みませんよ。2本目勝負。リの仕事はここまでですね。それではさようなら。もう服が台無しになっちゃったじゃないですか。
あなたなしや、あなくらしや、憎し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 。洛中三門前。高尊利 VS 鞍馬夜叉丸、いざ尋常に一本目勝負。こちらですよ。ここよ、戻りましょう。高尊利、ハオシェンよ。二本目勝負。ダーハッヒッハ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 ッ。リの仕事はここまでですね。それでは、さようなら。誰かを幸福にするには、いろんなやり方があるでしょう。ですが、あなたのやり方は、自身を不幸にしますよ。カムイコタン。メガネ、私のメガネ。ここから先は私の領分、どうぞお引き取りくださいませ。高尊利 VS ウーレイシャン、いざ尋常に一本目勝負。やるぞ。これ以上は怪我じゃ済みませんよ。二本目勝負。
よ、逃がしません。ひゃっ、ここよ、どうかしら。はぁ、さぁ、ここよ、どうかしら。勝者ホーソンリ。ハオシェンよ、あなたは不幸というよりは不運ですね。さすがにリニはどうすることもできないです。日光、お前は何のために戦う？民のためか、自らの力を試すためか、名誉のためか。武器を取れ。その剣で語ってみせよ。コーソンリバーサスウォーデン、いざ尋常に一本目勝負。どうかしら。私も勝者ホーソンリ。ハーシェンよ、二本目勝負。ヒン、フン、リン、リン、こちらですね。ここよ、どうかしら。ここ、逃がしません。ここよ、こちらですよ。えい、危ない。ここ、どうかしら。リア、はぁ、さぁ、リン、さぁ、リン、ここよ、どうかしら。リア、リア、ここよ、どうかしら。ここよ、もう見えた。舞い踊りましょう。ああ、もう勝者ホーソンリ。リの仕事はここまでですね。それではさようなら。台無しになっちゃったじゃないですか。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できた頃、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。あんたもこの先に用事かい？奇遇だね。俺もさ。コーソンリ VS 徳川義虎、いざ尋常に一本目勝負。上の逃がしません。こちらですよ。ふん、ふん、リン、ここよ。なるっす。踊りましょう。逃がしません。さあ、ここよ。ふん、リン、踊りましょう。ひん、ふん、は、ひん、せよ、どうかしら。はあ、上だぜ。せよ、ここよ、こちらですよ。勝者ホーソンリ。ハオシェンよ、二本目勝負。
踊りましょう。気に入っていただけましたか。こちらですよ。ヒン、ここよ。どうかしら。ヒン、ここよ。どうかしら。ここよ。どうかしら。ヒン、ここよ。どうかしら。ここよ。なんだ。いいね。これいいよ。勝者高村理。理の仕事はここまでですね。それではさようなら。不思議な方ですね。どこか人の心を掴んで離さない魅力があります。熊野古道。あなたはナコルルさん。この世界で会うなんて、わけは話せませんが、ここで眠っててもらいます。あなたは一体。いえ、この先は危険なところです。見逃すわけにはいきません。高村理 VS ナコルル、いざ尋常に。一本目勝負。こちらですよ。ヒンヒンヒンフンヒンカムイリンセフン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 ここよ。あんなですで。もうどうかしら。ここよ。怖い怖い。あんなですで。ヒン。勝者ナコルル。ありがとう、ママ母。2本目勝負。とっくりゃ。さあ踊りましょう。どうかしら。こここちらですよ。さあここよ。はっ、こちら。くりゃ。どうかしら。こここちらですよ。ここソンリ。これ以上は怪我じゃ済みませんよ。最終戦勝負。やっべぇ。やっべぇ。やっべぇ。ひっべぇ。逃がしません。あんなずつで。ここよ。高村理。今日の舞はここまで。続きはまた今度。しばらくそこにいてもらいますね。安心してください。あなたの分まで理が責任を持って戦います。
何もかも消えてなくなればいい。静か千年桜。宝村里 VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。では、どうかしら、ここよ、さあ。どうかしら、ここよ、逃がしません。ここよ、逃がしません。では、ここよ、どうかしら、ここよ、行きます。誰が宝村里 VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。
しましたか。オーソンリ、これ以上怪我じゃ済みませんよ。許せぬ、この世がそなたか。憎い。美の仕事はここまでですね。それではさようなら。私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっと向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。
まばゆい光の中、高村理の耳元でありがとうとささやく声が響く。まぶたを上げた彼女の眼前に飛び込んだのは、荘厳で美しく咲き誇る桜の姿だった。吹雪く桜とともに舞姫は優美に踊る。ひらりひらりと宙に舞う桜は、まるで怨念から解放された静か御前の喜びを表すかのようであった。不幸に脅かされる人々を守り、幸福を与えるために高村理は戦う。だが世界に不幸をもたらした静か御前もまた、己の幸福を探す哀れなさまよい人に過ぎない。悪人の罪を暴き、その報いを与えてきた高村理。しかし静か御前は今までの悪人と同じとは思えなかった。彼女のような人が二度とこの世に現れてはならない。決意を新たに高村理は帰路へと着くのであった。苦難を伴った旅路を終え、任務を果たした高村理は慣れ親しんだ日常へと戻っていく。表では優美な舞で人々に幸福を与え、裏では悪人の罪を暴いて婿の民を守る。輝く正義の心を胸の内に秘め、彼女は今宵もまた秘密の任務のために暗躍する。そのまぶたの裏には、異国の地で見た満開の桜と光の中で微笑む女性の姿があった。侍ショーダウン。